2023年ハイクオリティなグラフィックとシームレスなアニメーション演出でブラクロの物語が完全再現される。諦めないのが俺の魔法だ。まるでこんちくしょアニメをそして黒の防御プレイするような。アスタは俺のライバルだ。高鳴りを魔法帝になると言ってたな。ではこの私ともライバルだな。消えろ石ころ。石ころは石ころでも俺はダイヤモンドを砕く石ころだ。どっちが魔法帝になるか勝負だ。ブラッククローバーモバイル、次世代のゲーム体験を見逃すな。事前登録受付中。Yeah.